皆さんどうもこんにちは。毎度おなじみうぷ主のミーです。おなじみ美人巫女の霊夢ちゃんだよ。前回すげー弾いてたのに一緒に踊ってやがるぜ。なんなんですかこのウサギは。このウサギがあっと驚きのアクションで数々のステージを攻略していくのよ。きっとヨウムもハマるはずだよ。こいつらにですか。それじゃあ今回も楽しくやっていきましょう。あ、皆さんどうもこんにちは。どこからどう見ても愛らしいウサギ。ウサギおじさんです。愛らしさのかけらもねえ名前だな。ウサギおじさんはじめまして。好きな食べ物はウサギ汁のヨウムです。なんか怖い子来た。ウサギおじさんの操作は難しいんだけど、少しは上達したような気がするよ。おお、何ですか今の技、神技じゃないですか。ただバネで跳ねただけだろ。キリ、高速足バタバタ。どうしてダメだったの。おそらく足をバタバタしすぎて骨がバッキバキになったのが原因かと。どんだけ強い力でバタついてたんだ。今度こそきっと先に進めるわよ。ジャンプ。やったー。何がやったじゃー。今度こそ頼みますよ。どう？やったわ、今度はうまく飛べたわね。私からすればあの程度のジャンプなんて朝飯前だ。失敗してたくせによく言うぜ。キリ、足バタバタかい。おお、今度は戻ってこれたわ。天井要注意だぜ。刺さりませんでしたね。今下落ちしただろ。あ、おっさん吸い込まれちゃいましたよ。これがゴールなのよ。なんかトイレみたいよね。失礼だな。結構危険な仕掛けが出てきて難しくなってきたよね。ああ、ウプ主のテクニックが試されるぜ。大丈夫、ウプ主は凄腕のゲームプレイヤーだから。お前は今まで何を見てきたんだ。あ、通り過ぎちゃったけど人参あったね。ドン。いけー、適当に回れー。自暴自棄になってんじゃねーか。適当にやった方が成功するのかもしれませんね。私の人生も適当そのものだった。なんか語り始めたんだけど。あ、私はまだウサギじゃない頃、適当なサラリーマンだった。会社では適当に仕事をし、子供や妻にも適当に接してきた。そんなある日、なんとなく家に帰りたくないと思い街をぶらついていたら、終電を乗り過ごしてしまった。仕方なく徒歩で家に帰ることにした私は、これからの人生のことを考えていた。このまま何も取り柄もなく、つまらない男として生涯を終えるのか。私は何のために生きているのか。私は自分という存在が無に等しいのではと思い始めていた。そんな時にふと前を見ると、道路の真ん中に何かが座っていた。近くによると、それがピンク色のウサギだということが分かった。普通ならどうして真夜中のこんな場所にウサギがいるのか、いろいろ考えるだろうが、その時の私は相当疲弊していたのか、自分のことで頭がいっぱいだったのか、ウサギを一目見て、何もなかったかのように横を通り過ぎた。とその時、辺り一面眩しい光と不思議な音に包まれ、私は気絶してしまった。そして目が覚めると、こうなっていた。こうなってからの私は仕事も家庭も何もかもうまくいき、充実した毎日を送っている。某通信教材みたいなオチだな。なんて感動的なお話なんでしょう。ちょっと待て、どこに泣く要素があった。まさかウサギのおじさんにそんな過去があったなんて、ウサギの着ぐるみ効果の凄さがわかりました。あ、終わったの。お昼寝タイムに突入してやがった。きっとお子さんもこんな姿でお父さんが帰ってきたら大喜びするだろうね。ドン引きだよ。見ていろ。こんな勢いで駆け下りる人、なかなかいないよ。お前の操作ミスだろうが。いけ、おっさん。タイミングさえ合えばジャンプしなくても渡れるもんなんですね。このステージもタイミングが命、そして人生もタイミングが命。あ、ゴールできた。あ、人参取るの忘れてたわね。次取ればいいよ。おじさん、スタート画面におじさんの色違いのウサギもいましたが、あの方々はお仲間ですか？うん、起きろゴラー。あのウサギたちは私と同じで、悩みを抱えていた人が変身したんだ。あのおっさんセルフスローかけやがった。あれ、何の話をしていたっけ？今日の給食はカレーって話よ。こいつ別次元にでもいるのか。違いますよ、他のウサギの話ですよ。他のウサギも悩んでいた人が変身したって言ってたけど、その人たちも悩みが解消されて明るく生活しているの。ああ、若干一命を除いてみんな豊かに生活しているよ。その人がすげえ気になるんだけど、ウサギの着ぐるみってそんなにすごいのね。私も着ようかな。やめておけ。
おお、お見事なバク転ですね。バク転ができれば世の女性を虜にできるわ。世の女性のことなめすぎだろ。ああ、こんなところに人参か。人参なんてウサギじゃあるまいし、見ても嬉しくなりませんよ。ウサギだろてか思いっきり刺さってなかったか。え、刺さってました。通覚がウサギになってるわ。ウサギに失礼だ。これはなかなか鬼畜な仕掛けだね。これで死なないのが驚きです。なんとか天井張りゾーンは突破したわ。と思ったら戻りやがったわ。このおっさんはド M なんでしょうね。もうおとなしく先に進んでくれ。あ、そうそう、ウサギになって不死身を手に入れたことが一番の衝撃だね。じゃあ針なんて怖がる必要ないわね。動画の尺が恐ろしいことになるわ。やった、ついにここまで来たぞ。まだまだステージが続いていますから頑張りましょう。あれ、次のステージに進めない。いやー、今日も暇だねー。おいおい、もっとここを大々的に宣伝しろよ。この私をイメージキャラクターにすれば集客アップよ。期待できねー。依頼人か。すみません。ここって探偵事務所で合ってますよね。はい、何でもご相談ください。よかったー。失礼ですが、今回はどのようなご用件で。実は、ストーカー被害に遭っているんです。ストーカーですか。そう、最近誰かが私の後をつけているんです。マジかよ。このポンコツ探偵に解決できるのかしら。よし、あなたをつけてるストーカーの証拠をゲットして、警察に突き出してやりましょう。ありがとうございます。チルノさん、あなたをつけ回している奴の写真です。どこに犯人が写っているんですか？こいつが犯人ですよ。今日も最後まで見てくれてありがとな。みんな、用意はいいか？それじゃあ今日も闇闇じゃんけん張り切っていくぜ。最初は、グー、じゃーんけん、ポン、あっち向いてー。ほい。あのおっさんにあんな過去があったんだな。それじゃあまた次回も勝負しようぜ。